浦島太郎。昔々、丹後の国の海辺に浦島太郎という漁師がいました。浦島太郎は毎日釣り竿を持って海へ出かけて、タイやカツオなどの魚を釣って、お父さんとお母さんと暮らしていました。ある日、浦島はいつものように海へ出て、一日魚を釣って帰ってきました。途中で子供が5、6人集まって騒いでいました。何かと思って浦島が見てみると、小さい亀の子を1匹捕まえていじめているのです。浦島は我慢ができなくて、まあそんなかわいそうなことをするものではない、亀はいい子だから、と言いましたが、子供たちは全く聞かないで、なんだい、なんだい、関係ないと言いながら、また亀の子を足で蹴ったり砂の中に埋めたりしました。浦島はかわいそうに思って、じゃあおじさんがお金をあげるから、その亀の子を売っておくれと言うと、子供たちは、うん、お金をくれるならあげてもいいよと言って手を出しました。そこで浦島はお金をあげて亀の子をもらいました。子供たちは、おじさんありがとう、また買ってくれよと言いながら行ってしまいました。その後、浦島は亀を優しく撫でて、やれやれ、危ないところだった、さあもうお帰り、お帰りと言って亀を海まで持って行って返してあげました。亀は嬉しそうに首や手足を動かして水の中に帰っていきました。それから2、3日経って、浦島はまた船に乗って海へ釣りに出かけました。頑張って魚を釣っていますと、後ろの方で、浦島さん、浦島さんと呼ぶ声がしました。なんだろうと思って振り返ってみると、誰もいません。その代わり、1匹の亀がいました。浦島が不思議そうな顔をしていると、私は先日助けていただいた亀でございます。今日はちょっとそのお礼に参りました。亀がこう言ったので、浦島はびっくりしました。ああ、そうか。わざわざ礼を言いに来ることではないのに。でも本当にありがとうございました。ところで浦島さん、あなたは竜宮城をご覧になったことがありますか？いや、聞いたことはあるが、まだ見たことはないよ。では、お礼に私が竜宮城を見せたいのですが、いかがでしょう？へえ、それは面白いね。ぜひ行ってみたいが、それは聞いた話では海の底にあるということではないか。どうやって行くつもりだ？私はそこまで泳いではいけないよ。大丈夫ですよ。私の背中にお乗りください。亀はこう言って背中を出しました。浦島は変だなと思いながら亀の背中に乗りました。亀は海の中をどんどん泳いでいきました。ザーザーという波の音がだんだん聞こえなくなって、青い青い水の底へ行きますと、突然明るくなって、きれいな砂の道が続いて、向こうに立派な門が見えました。その奥にキラキラ光って、高い金銀の建物がありました。さあ、竜宮に着きました。亀はこう言って、浦島を背中から下ろして、浦島を豪華な部屋の中へ案内しました。いろいろな魚が
珍しそうに浦島を見ている中を通って入っていくと、乙姫様がお迎えに出てきました。浦島は乙姫様についていき、どんどん奥へ行きました。建物の壁や柱にはたくさんの宝石があります。歩いていきますと、どこからともなくいい匂いがして、楽しい楽器の音が聞こえてきました。浦島さん、ようこそおいでくださいました。先日は亀の命をお助けくださいまして、誠にありがとうございます。どうぞゆっくり遊んでいってください、と乙姫様は言いました。そしてにぎやかな宴会が始まりました。綺麗な女性たちは歌を歌ったり踊ったりしました。浦島は夢を見ているようでした。そしてどの部屋も珍しい宝石が飾ってあり、浦島はすべてに驚きました。そのうちだんだんぼーっとしてきて、お酒に酔った人のようになって、何もかも忘れてしまいました。あまりにも竜宮が楽しいので、毎日遊んでいるうちに3年の月日が経ちました。3年目の春になった時、浦島は時々長い間忘れていたふるさとの夢を見るようになりました。浦島は、お父さんやお母さんは今頃どうしているんだろうと思うと、早く家へ帰りたいとばかり思うようになりました。ですから、もう歌を聴いても踊りを見ても楽しむことができなくなりました。その様子を見ると乙姫様は心配して、浦島さん、お気分でも悪いのですか、とお聞きになりました。浦島は、いいえ、そうではありません、実は家へ帰りたくなりました、と言いますと、乙姫様は大変がっかりしました。まあ、それは残念です。でもあなたのお顔を拝見いたしますと、引き止めても無駄なようですね。仕方ありません、行ってらっしゃいませ。こう悲しそうに言って、乙姫様は奥からきれいな宝石で飾られた箱を持ってきました。これは玉手箱といって、中には人間の一番大事な宝が入っています。これを差し上げますから、お持ち帰りくださいませ。ですが、あなたがもう一度竜宮へ帰っていきたいと思うのなら、どんなことがあっても決してこの箱を開けてご覧になってはいけません、と玉手箱をくれました。浦島は、ええ、決して開けません、と言って玉手箱を抱えて竜宮の門を出ますと、もうそこにはあの時の亀が来て待っていました。浦島は嬉しい気持ちと悲しい気持ちで胸がいっぱいになっていました。そして亀の背中に乗って浜辺に着きました。では浦島さん、ごきげんよう、と亀は言って、また水の中に帰っていきました。浦島はしばらく亀が帰っていく姿を見送っていました。浦島は浜辺に立ったまましばらく見回しました。けれどよく見ると、そこらの様子が少し変わっていて、会う人も会う人も皆知らない顔ばかりで、相手もこちらをじろじろ見ながら何も言わずに行ってしまいます。おかしなことだ、たった3年の間にみんなどこかへ行ってしまうはずがない、早く家へ行ってみよう、こう独り言を言いながら、浦島は自分の家の方へ歩き出しました。ところが自分の家があった場所には草が生えていて、家がありません。昔家が建っていたような跡さえも残っていませんでした。お父さんやお母さんはどうなったのでしょうか。浦島は、不思議だ不思議だ、と言いながら不思議な顔をしていました。するとそこへ
おばあさんが一人やってきました。浦島は、おばあさん、浦島太郎の家はどこでしょうと声をかけますと、おばあさんは不思議そうに浦島の顔を見ながら、へえ、浦島太郎、そんな人は聞いたことがありませんよと言いました。浦島は、そんなはずはありません、確かにこの辺に住んでいたのですと言いました。そう言われておばあさんは考えていましたが、ああ、そうそう、浦島太郎さんはもう300年も前の人ですよ。私が子供の頃に聞いた話に、昔々この浜に浦島太郎という人がいて、ある日船に乗って釣りに出たまま帰ってこなくなりました。多分竜宮へでも行ったのだろうということです。何しろ大昔の話ですからね。浦島はびっくりしてしまいました。300年、おかしなことだ。たった3年竜宮にいたつもりなのに、それが300年とは。すると竜宮の3年は人間の300年なのか。それでは家もなくなるはずだし、お父さんやお母さんもいないはずだ。こう思うと浦島は急に悲しくなって寂しくなりました。今さら竜宮が恋しくてたまらなくなってしまいました。また海に行ってみましたが、もう亀も出てきませんから、どうやって竜宮へ行くか方法がありません。その時浦島はふと持っていた玉手箱に気がつきました。そうだ、この箱を開けてみたらわかるかもしれない。こう思うと嬉しくなって、浦島は乙姫様に言われたことを忘れて箱を開けました。すると紫色の雲が中から出てきて、それが顔にかかると煙が消えていって、箱の中には何も残っていませんでした。その代わり海に映った自分を見ると、髪もひげも真っ白なおじいさんになっていました。浦島は箱の中を見て、なるほど、乙姫様が人間の一番大事な宝を入れておくとおっしゃったのは人間の寿命だったのだなと残念そうに言いました。春の海はどこまでも遠く、どこからかいい声で歌を歌うのがまた聞こえてきました。浦島はぼんやりと昔のことを思い出していました。